ニコラス・チャド・ゴードンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ハイランズ郡エーボンパーク出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のミネソタツインズ所属。父は、フラッシュの愛称で知られた元メジャーリーガーの、トム・ゴードンで、兄は同じく、メジャーリーガーのディ・ストレンジ・ゴードンである。2014年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。契約後、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズでプロデビュー。57試合に出場して打率。294、1本塁打、28打点、11盗塁を記録した。2015年は A 級、シーダーラピッツカーネルズでプレーし、125試合に出場して打率。277、1本塁打、58打点、25盗塁を記録した。 2016年は a 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、116試合に出場して打率、291、3本塁打、52打点、19盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは8位、ツインズの組織内では1位にランクインした。 シーズンでは A 級チャタヌーがルックアウトでプレーし122試合に出場して打率279本打六66打点13盗塁を記録した6月28日には同年のオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された2018年2月6日にメジャーのスプリングトレーニングに招待選手として参加することが 球団から発表された。シーズンでは、A 級チャタヌーガとトリプル A 級、ロチェスター・レッド・ウィングスでプレイし、二球団合計で141試合に出場して、打率、248、7本類打49打点、20盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を、防ぐために40人枠入りした。2019年は、 トリプル A 級ロチェスターでプレーし、70試合に出場して打率、298、4本類打、40打点、14盗塁を記録した。2020年は COVID-19 の影響でシーズン中止となったため、公式戦での出場はなかった。2021年4月24日にターゲットでシェパーズパイを買っているときに、 トリプル A 級セントポールセインツの監督であるトビー、カーデンハイヤーから電話がかかり、MLB に昇格することを報告された。4月23日にメジャー初昇格を果たしたが、出場機会がないまま26日に降格した。5月3日にトリプル A 級セントポールへ配属され、開幕ロースター入りしたが、出場機会がないまま5月4日に再び MLB に昇格した。 メジャーデビューとなった6日のテキサスレンジャーズ戦にて、7番、二シュ、で、先発出場して、メジャー初安打と初盗塁を記録した。兄の D と同様に体は小さいが、運動能力抜群で、特に強肩と打撃のバットコントロールが光る。守備は、ポカが多く、評価が割れている。ありがとうございます。